宇都宮健次ですどうかよろしくお願いします私は今中山さんが紹介されてましたように弁護士になって43年になりますこの間弁護士の期間長期間にわたってサラ金やクレジットで苦しんでいる人々多重債務で苦しんでいる人々に寄り添いながらこの人たちの救済活動をやってまいりましたさらに えー、こういう多重債務被害を根絶するためには、どうしても、えー、法律の改正が必要だということで、えー、立法運動をやってきまして、2006年、えー、12月には、えー、グレーゾーン金利を撤廃させております、さらに1995年3月20日に、あの地下,た地下鉄サリン事件が発生しまして、13人の方が亡くなりまして、6000人を超える人たちが負傷しております。 この地下鉄サリ事件の被害対策弁護団の団長としましてオウム心理教と対決してオウム心理教の破産申し立てを行いまして被害者の救済を行ってきた弁護士でありますさらに2010年の4月から2012年の5月まで日本弁護士連合会の会長としまして全国の弁護士会の 弁護士会、あるいは弁護士の先頭に立ちまして、2011年3月20日に発生しました東日本、3月11日に発生しました東日本大震災、福島原発事故の被災者、被害者の救済の、えー、を先頭、全国の弁護士の先頭に立ちまして、救済活動を行ってきた弁護士であります。 ご承知のとおり、2012年の12月に私は行われました都知事選に立候補しております。残念ながら、時点ではありましたけど、96万票を超える都民の方々の支持をいただきました。この時に出馬した決意は今も変わりません。東京都を都民一人一人が暮らしやすい町にしていきたい。 えー、そういう思いで、えー、出馬を決意した次第であります。えー、今日お手元にあの配布されている基本政策、えー、まず5項目の基本政策を、えー、立てております。1つ目は、世界一働きやすく、暮らしやすい、希望の街東京をつくります。2つ目は、環境重視、防災・減災重視の街東京をつくります。 3つ目は、原発再稼働、原発輸出を認めず、原発のない社会と経済を東京から目指します。4つ目は、教育現場への押し付けをなくし、いじめのない子どもたちが生き生きと学べる学校をつくります。5つ目は、安倍政権の暴走をストップし、憲法を守り、東京からアジアに平和を発信します。 また、特別政策としましては、ご承知のとおり、2020年東京オリンピック招致が決まっておりますので、このオリンピックに対する政策を掲げております。このオリンピック政策については、私はポイントは4つあると考えております。1つは、このののオリンピックが東日本大震災、それから原発事故の被害者の 人々からも歓迎されるオリンピックにしなきゃならないということであります。そのためには、東日本大震災の被災者の救済、原発事故の被害者の救済、生活再建を急ぐ必要があると考えております。さらには、汚染水の処理問題と、福島原発事故の早期の収束、これを図る必要があると考えております。2点目は、 オリンピックは平和と友好の祭典でありますので、平和的な環境を作り出していかないと、オリンピックそのものが、本質が失われることになると思っております。そのためには、私が都知事になりましたら、ソウル市、あるいは北京市に呼びかけまして、東京都、北京市、ソウルの平和都市会議を開催したいと思っております。 最近の安倍政権の政策によって、韓国やお隣の韓国や中国との関係が悪化しておりますけど、私は自治体外交を通じて平和的な環境を作り出して、東京から平和のメッセージを発することによって、このオリンピックを成功させたいというふうに考えております。オオリリンンンンピピッッククのののの問題点点目目ポイントの3点目はこのオリンピックはこシンプルで 環境に配慮したオリンピックにしなければならないということでありますさらに4点目はオリンピックと同時に行われるパラオリンピックパラリンピックこれを重視したいと考えておりますこのパラリンピックを成功させるためには同時に東京都がバリアフリーあるいはユニバーサルデザインこういうところに力を入れまして 本当にすべての人にとって、障害者も含めて住みやすいまちづくりを作ることが重要かと思っております。それから、猪瀬問題ですけど、この猪瀬問題に関しては、5000万円の受領した意図、その背景そのものがまだ解明されておりません。したがって、猪瀬知事は辞職されましたけど、この問題はこれ,にこれで巻き引きにしてはならないと。 いうふうふに考えておりますこの問題の徹底的な究明、しかも猪瀬知事が金を受け取った相手方は、東京都が許認可権限を持っている特集会という医療法人であります、こういう問題について、東京都が利権や金と決別をすると、クリーンな政治、クリーンな都政をつくるということが極めて重要かと思っております。 それから今日発表した基本政策やオリンピックの政策等々につきましては、差し当たり、基本的、骨格的なものであります。私はこの政策につきましては、広く都民の声を聞きまして、東京に暮らしている一人一人の 都民の思いが反映するような政策を作り上げたいと思っておりますまた都政に関しましても都民が参加できるような都政にしなければならないというふうに、えー、強く思っております、えー、私の、えー、出馬にあたっての基本的な考え方基本的な政策等について、えー、説明させていただきましたどうかよろしくお願いします それでは、あの、記者の皆さんからの質問を受けたいというふうに思います。どうぞ。